はい、どうもギダッチです。今回ご紹介するカメラはこちらのコンパクトフィルムカメラ、キャノンオートボーイ3というフィルムカメラをご紹介します。今回の目次はこんな感じです。キャノンオートボーイ3の作例をまずご覧いただきます。そしてキャノンオートボーイ3について、キャノンオートボーイ3の使い方、そしてオートボーイシリーズについてっていう順序でねやっていきたいと思います。このカメラでね、先日撮影してきた模様を作例と一緒にご覧いただきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では次にですね、このキャノンオートボーイ3について解説していきたいと思います。でこのキャノンオートボーイ3は1986年に発売された全自動式のコンパクトフィルムカメラになります。このオートボーイはですね、シリーズ化されていまして、いろんなこの機種が、あります。でその中の一つがこのオートボーイ3というカメラになりますね。でこの特徴としてはですね、まず外観、特徴的な外観をしています。この右手でグリップするところがですね、ちょっとカーブしてて非常に握りやすくなってます。でこのねデザインがね結構独特ですよね。でこの当時はね、このデザインで非常に話題になっていたカメラでもあります。でそしてレンズの描写なんですけど、 F2.8 というレンズ、明るいレンズが搭載されているので非常に写りがいいです。でオートボーイシリーズは全てこうね、写りがすごく良くて評判が高いシリーズになってます。でこのオートボーイ3も例外ではなくて、非常に写りが良くて、操作も簡単なので初心者の方に非常に扱いやすいフィルムカメラです。ではこのキャノンオートボーイ3のスペックを見ていきましょう。まずカメラタイプは 35mm レンズシャッター式オートフォーカスカメラ、レンズは 38mm F2.8 を搭載しています。そしてこのカメラは電池が必要になります。 2CR5 という電池を1個使用します。そして重量なんですけど、 315g という重量ですね。コンパクトサイズながら、ちょっと重量はあるのかなという感じですね。はい。そして次にこのキャノンオートボーイ3の使い方を見ていきましょう。本当に使い方はね、簡単です。まずですね、先ほども言いましたけど、電池がね、必要になるんですよね。で、この右側側面に、こう、電池室があります。
ここをですね、このネジで止まっているので2箇所、まあこれねちょっと面倒なんですけど、ドライバーで、このネジを外して電池を入れるようになります。でこのネジが非常に小さいので、この穴に合うね、細い小さめのドライバーが必要になります。プラスドライバーですね。でここに 2CR5 というリチウム電池を1個入れて、また蓋を閉めます。で次にねフィルムの入れ方なんですけど、左の裏側側面にこのねスライドがあります。まあ、オープンと書かれているんですけど、このスライドを下にスライドすると裏蓋が開きます。でここにねフィルムを左側にセットして、でフィルムの先端をねちょっと伸ばします。でこの右側にですね、オレンジ色のマーク、フィルムの先端のマークがあります。フィルム先端位置と書かれたところですね。ここまでフィルムの先端を伸ばします。でその状態で蓋をカチッと閉めると、自動的にフィルムを巻き上げてくれて撮影可能な状態にしてくれます。はい、そして電源のオンオフなんですけど、このね、前面のレンズの右側にあります。この上側のボタンを押すとレンズが開いて電源オンの状態になります。で電源オフにするにはこの下のね、スイッチがあるんですけど、このスイッチを下にスライドします。そうするとレンズの蓋が閉まります。でこれで電源オフになります。で通常使用しないときはね、この電源オフにしといてください。で電源オンのときはね、この背面の液晶があります。ここにですねフィルムの、まあ、枚数ですね、それが枚数が出ます。でフィルムを装填した初めの時は1と出るはずです。はい、で撮っていくうちに数字が増えていくという、そういう形になっています。でシャッターはですね、この上部赤いボタンがあります。ここがシャッターボタンになります。細かい設定は全くいらなくて、本当にこのフィルムを装填して電源オンにしてシャッターを切るだけっていう、そういう簡単な操作なんですね。でこのカメラはですね、光量が足りない時、暗い場面でシャッターを切るときにですね、フラッシュが自動的に焚かれるようになってます。でフラッシュを焚きたくないときはですね、この底にフラッシュオフのボタンがあるので、このボタンを押しながらシャッターを切るとフラッシュが焚かないようになります。まあ、この辺もねちょっと面倒な部分ではあるんですけど、まあ、これもねミスを防ぐための配慮だと思います。でフィルムを全部取り終わると自動的に、フィルムを巻き戻してくれます。なので自分で巻き戻す必要とかもありません。で巻き戻しが終わると、このまたね裏蓋を開いてフィルムを取り出して現像に出すっていう、そういう流れになりますね。では次にオートボーイシリーズについてなんですけど、このオートボーイはですねシリーズ化されていまして、いろんなこの機種がね発売されました。でちょっとねウィキペディアの方で、オートボーイシリーズについて調べてみました。でそうするといろんな機種が出てきまして、このウィキペディアの中では19機種ですねが、紹介されてました。で実際はもっとあるらしいんですけど、でそれでもね結構すごい数ですよね。でなぜかこの中にですねオートボーイ3が、入ってなくて、それはちょっと謎なんですけど、1986年にね発売されてるはずなんですけどね、このオートボーイ3はなぜか書かれていませんでした。このね初代のオートボーイは1979年に発売された AF35M オートボーイという機種ですね。でこのカメラはフィルムカメラスタートブックっていう大村百合子さんが出された本ね、最近ね出されている本がですねあるんですけど、その本でもご紹介されてました。まあ、作例もねご紹介されてたんですけど、すごく写りがいいんですよね。
このフィルムカメラスタートブックは Amazon でも購入できますので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。でその他に人気の機種というとオートボーイ2というのがねあります。1983年に発売されたものですね。でレンズは4分4枚 38mm f2.8 ということで、オートボーイ3もねこれ同じなんですよね。うん、レンズ構成が一緒になるので描写的にはオートボーイ2とオートボーイ3っていうのはほぼ一緒だと思って間違いないと思います。でちょっとね一つ気になった機種があって、このウィキペディアで紹介されている AF35ML オートボーイスーパーっていうね2個目に発売されたものですかね。1981年に発売されたものなんですけど、レンズがねこれ5分5枚 40mmF1.9 ということで、 F 値がね1台になってるんですよね。 1.9 ということで非常に明るいレンズが搭載されているんですよね。これはねちょっと気になりますね。写りがとても気になります。そしてこのオートボーイ3はですね、約中古でですね3000円ぐらいで購入できるものが多いです。まあこの購入に関してなんですけど、メルカリとかヤフオクで購入するときに注意したいのが、やっぱりこの動作確認ですよね。動作確認がしっかり行われているものかどうかっていうのを確認しておきたいですね。やっぱりこのカメラは電子式のカメラになるので、故障が多くなってくるカメラになります。なので故障したらやっぱり直すのはね非常に困難な場合が多いですし、どうせ買うならいい状態のものを買った方がいいですよね。なのでその辺は出品者の方と、しっかりやり取りして納得いって買うようにした方がいいと思います。はい、ということで今回このキャノンオートボーイ3というコンパクトフィルムカメラをご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。このチャンネルではフィルムカメラや写真のことを発信していきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。